皆さんこんにちは、ハレルヤプロズの井川佳彦です。こんにちは、トロです。はい、始まりました。第59回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今回はですね、たまたま日本の方に、来ている、ペトル・ソフィストフーレク選手をお呼びして、行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ペトル君は、いつ来たんだっけ、日本に。先週来て結構長い間いるとのことで、いつまでいるんだっけ。プロツアーまで2月ぐらい。11月のプロツアーの後もずっといるんだ。じゃあそれはそう。結構長い間、滞在していただけるみたいなんで、ご出演していただける機会もあるのかなと思いますと。ペトル君8月のプロツアーは、フォーマットレガシー。レガシーをしたんですよ。じゃあその時はプロツアー何使った。メダリー青黒。スルタイカラーのコントロール、うん、そうそう。僕もその時、ちょうどレガシー担当だったんで、本日の動画では、レガシーの対戦をお届けしたいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。早速対戦の方行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、大きい方すごい。はい、ペトル君が10。はいはい、7というところで。はい、はい、じゃあこっちからいくか。ペトル君がマリガンなので、じゃあ俺の手札からいきます。まあ妨害あり、クロックあり、みんな大好きこれあり。まあ、しかもかなりバランスいいですね。早いターンの死の影の着地も見込めますし、かなり、理想的なハンドかなと思います。なのでこれキープします。強い強い。OK、 つけない。はい、お願いします。お願いします。はい、グッドハンド。シーシーみんな大好きのカード。みんな大好きのカード。はい、ちょっと圧縮してからにします。ペッチ17まで、で15、はい、してから2枚やるから先1枚打つか。13、15は13。まあ、ところが無命令だね。はい、終わりです。17。デイズ引きました。引きましたよ。しさあ、理由はさすがにしないか。してもいい、まあ、ニコイチだからしてもいい。さあ、どうする。うん、うん、するか。OK、16。はい、通った。はい。エルバーは残った。はい、終わり。はい、今、まあ、デルバー出せるんですけども、先にリソース潰したいので不毛の大地からいきます。終わり。グルマ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 。やばい。11で、デルバーして終わりです。15。ドロジアになりそうだな。ドロブレインストーン。今こんな感じのハンドです。今から2枚戻すんですけど、このターンこれやってから次のターンこれやる方が安全かなと思うので、こう戻して、このターンこれ、次のターンこれって感じですかね。6まで。はい、13まで。アップキープでこれが知ってるのでフェッチします。5、
これ以上ライフは減らせないのでスーサイドスイング、はい、終わり。カン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 、強い不毛の大地が下がった。サイドアウトするのはこの5枚かな。フクロウにしか効かない、何にもほぼ効かない。あとは、まあ、この後手で腐りがちなデイズと消耗戦になりそうなるときにあんまり強くないウィルを少し抜くことにします。を入れるカードがこの5枚です。まあ、このマッチの一番のキーカードである、リリアナ・ザ・ラスト・ホープ、最後の望みリリアナですね。これが、相手のフクロウ、悪意のオオフクロウと、春章の魔導者を牽制しつつ、除去された、グルマグナンコウや死の影を回収できるので、このマッチのキーカードになります。あとは、飛球楽の参加、まあ、あと相手からも打ってくるんですけれども、こっちから打ち返そうっていう、アドバンテージカードですね。で最後にリリアナの敗北、アンコウと、アンコウかな、まあ、基本アンコウ用ですけど、アンコウとフクロウをどかせれるんで、まあ、他の除去よりはマシなんで入れてみようかなっていう感じですね。でこれと獅子切断だけ残してアンコウビートを防ぐのが一応狙いです。もしかしたらいらなくてリル残した方がいいかもしれないんですけど、まあこんな感じで Burning out all the cards that are bad against combo First of all, it's a 2 for 1 which is really bad in a matchup like this and Dodd's use is just one for one card which is really bad against the Brainstorm and the top deck and I'm bringing in all the good cards レガシーのデッシャドウ歴が浅いんだけど、いやー後手かな。マリガンするか、マリガンやるこれ。結構悩むんで、やっても良さそうなんだけど、後手で3ドローあるから、やる、やるか、やった方が良かったか。そうだね、やった方が良かったそう、弱気だった。いや、ここら辺がね、ちょっとこのデッキの経験の浅さが出た。マリガンよりキープだったそうです。そうだね、やっぱまあちょっと弱いマリガンしたくないしね、このマッチアップ、はい、っていう形で、まあワンマリ後はバランスいい反動が来たので、はい、何の文句もなくキープです。はい、お願いします。クラスターあるあるな、あったの、なんでないか、スタックでブレイン使われてるね。はい、イエス通った。イエスやばい、そんなに行きます。はい、1枚は確定で、もう1枚何にしようかなみたいなところだね。決まった。はい、で強いカードを上に2枚戻しましたよと、多分落とされたくないよ。ほう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 、ヒムか、ヒムかフクロウどっちか。ヒムかフクロウどっちかだな絶対。いやフクロウの時最悪だな、落とすか。落とすか。はい。だよね。アイノー。でこれなんで、今欲しいのは、まあ、土地とかなんで、端的に言うと、シャッホ引いたぞ。
12。うわー最悪うわーコーラーカンを殴る体重値いいまあ今この4枚なんですがまあ一応これ持ってるから、まあ、アンコウは落とさない方が良さそうだから残りで2枚のデッシャドウデフィカルト難しいうまく知識用に取っておくか、これのチェック用に取っておくかが難しいですね。あ、これはゲーム終了ではないですか？おい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 。ここから巻き返せるかな。6ジジーカンカンカンあ、ヒムがねヒムトゥトゥラクよっしゃ、お願いします。じゃあ3本目先手で、はい、まあ、手札まあ、土地は1枚しかないんですけど、まあ、これあってそのキーカードもあって、まあ、これからも攻めれるんで十分値キープに値するハンドです。じゃあやります。お願いします。はい、キープ。 OK、 いつも通り18。感じでちゃんとうまく弾けたので2ターン目からどんどんいきます。16は12までかな。やばい。お、取る。 OK、 じゃあこれとこれ、せーの、バン。わからす。はい。
でまあシアン引いたんでシアンから動いてから多分これですね。はい、いりません。見せるまでもなく。終わり。ガンの命令コア食らいそうで嫌なんですけど、もうリソースないんでこれでマイナスしましょう。まあ、ここまでは確定で9で、ガガまで行くか、ガガまで大丈夫かな、ガガまで行くとライフがちょっと怖くなるな。すぐマイナスして、アンコを回収して、トラコマ。トラコマはでも、クリーチャーないから、じゃあ、2点とディスカードか。ならいいか。マイナス。はい。はい。アンコが落ちるか。あ、落ちた。やばいやばいくえぇ、バッドバッドからアンコ、うわー最悪。一回プラスからだったかな、一回プラスでマイナスアンコの方が良かったな。ミスりましたね。これすぐマイナスする必要ない。いやでもそんなことないか、返しにフクロウとか出るとあれだから微妙なんだよなこれ。でも裏目りましたね。次フクロウとか出たらプラスでずっとマイナスできないからこのターンにプラスしたかったんですけど、こうやって手札破壊されると裏目ですね。何しろ何しろだろう。うん、じゃあピンチ。ミスったね。いやくただプラスから入って返しに戦慄掘りとかされると損なんですよね。ただドロー。マジかな。2終わり。しかし2 終わり。終わり。終わり。
ない。はい、というわけでお届けした、ハレラコンバット第59回いかがだったでしょうかと。ちょっとね、リリアナのプラスマイナスのところが結構完全に裏めっちゃって、僕としては悔しい形だったんですけど、なかなか難しいなっていうところでしたね。ペトル君どうでした、この対戦は。I think game one Grixis is favorite, but both for the Chido deck is a little bit ahead. Because you have answers for Vethos tricks, and yeah, that just swings the matchup in your favor, I think. I think overall it's probably even. なかなか楽しい試合でしたっていう形でしたと。楽しかった。今、ラブニカのギルド、新セットのカードもたくさん出てきてるんですけれども、収録日火曜日なんですけど、0時ぐらいに発表されたアサシンズトロフィー。アサシンストロフィーめっちゃ強い。めっちゃ強い。モダンのジャンドとかアブさん、レガシーもね、セルタイと思う。うん。全部のデッキを使う。全部のデッキが使う。そう、緑と黒入ってるデッキだったら、まあ、ほとんど全部のデッキが使う。これが今、一押しなんですけど、ね、強すぎるよね、ちょっと。まだ信じられない。まだ信じられない。はい、という形で、ラブニカのギルド、ハレリアのボックス予約発売中のはずなので、ボックス予約よろしくお願いします。はい、じゃあ、あとはちょっと告知ですね。9月22日、23日、2日間にわたって、ハレリアトーナセンターで、リミテッド新決定戦、ついに行われます。リミテッドの、神決定戦、お待ちになった方も多いんじゃないかと思います。23日、決勝ラウンドのドラフトラウンドは、YouTube ライブの方でも、配信等あります。ぜひぜひ、皆さん、ふるってご参加ください。今回の動画がね、良かった方、またチャンネル登録やシェア、応援メッセージなど、コメントしていただければ幸いです。あと、多分、気になってる方多いと思うんですけれども、YouTube スペース、今、登録が通って、これから、様々な企画進めていくところなので、今しばらくお待ちください。はい、そんな感じで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。